お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はね、こちらの迫撃ロイフ使っていきたいなと思います。で、まあこれ多分見たことある方もいると思うんですけど、結構前に流行ってたデッキですね。まあそれがずっとなかったんですけど、またなんか復活してきましたねと、言ったところで、今日はね、これ使っていくんですけども、まあこれはね、なんかデッキの中身いろいろいじれちゃいますね。まあそれが一つ目、まあ使いやすい部分だったら、まあいろんな強みになってくるんですけど、まあ5ザップは、まあ基本的に固定かな。5雪でもまあいいと思うんですけど、このロイホグね、まあレベル低いやっていう方は、なんならこうホグにしてもいいと思いますし、まあ、ホグだと、より高回転とか大事になってくるんで、アーチャーをね、コウモリにしたりだったり、まあいろいろね、まあ変えれるので、そこは結構オリジナリティ出しちゃってね、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、このマスケとアーチャーの、なんだろうね、この残る遠距離2枚看板っていうのかな、この2枚がね、やっぱ強いですね。なんか、基本的にこういう遠距離カードって1枚入ってくるんですね。デッキに対して。なんですけど、まあ、ジャイとかにもここ最近、ダクネプラスのエレキだったり、まあ、ちょっと前からかな。なんか、遠距離系の硬いやつっていうんですかね。スペルでワンパンされない感じのやつらが、まあ、2体いる感じのね、デッキがすごい増えてきている、ね、印象がね、あります。よいしょ。これ、飛んでくれるかな？飛んでくれなさそうだな。飛ばします。でなんならこれアーチャーに飛んだらキング起動できそう。いやーめっちゃいい。でこれバルキリーよいしょ挟んで OK。 あこれね素晴らしいですね。なんかメガナイトとかってよくなんだろうね、ホグ使いがよくやるんですけど 2.6 ホグ使いとかがなんかメガナイト持ちに対してわざとホグ飛ばして前半のうちにわざとメガナイトを咲かせるんですよ。でそこでなんか、あ、てかメガネ使ったな、出しちゃおう。そこで、あれ？余裕で持ってた。そこで、なんか、スケアアイスピとかを使って、キング起動して、後半有利に進める、みたいなことを、なんか、よくしてくるんですよね。そう、なので、よいしょ。意外と使える技なんじゃないかな、という部分ではありますね。よいしょ。また、キング起動したんですけどね。キング起動したんですけど、もう一回ね、まあ、防衛勝てないね。キング起動していきます。2回キング起動しようとする人あんまいないですからね。これザップ怖いんで、ちょっと一回スケで。うぃ！さあ、ザップ打ってきますね。怖い怖い怖い。で、今だと、相手ね、メガナイトが回ってるんで、一回、まあ、イモルか、ちょっと待ちますね。相手のメガナイトがいるんで、まあ、迫撃で攻めていきます。さあこういう時ロイフグがまあ通りにくい時とかはこう迫撃とかでね攻めてあげて、ここちょっと延命してあげたいですね。迫撃でマスケも裂いたったのでちょっと辛い。しかもザップがいい感じね。でこれスケで囲んでちょっと時間稼ぎしたいですね。でメガナイト大体裂きましたので、今回ねロイフグを飛ばしてってやると基本的にこんな感じでカウンターにねいい感じの流れになるんですけども、メガナイトで踏まれちゃってます。まあ一旦どんどん攻めちゃいます。で、受けが相手としては、これマスケですね。これはまあ、あれだね。メガナイト許容できそうですね。許容しています。で、これザップでもいいんですけど、ザップでよかったですね。まあ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 、落ち着いてね。ちょっとね、こう、ギリギリのね、戦いをしてるんでね、丁寧に、ね、行きたいなと、思うところはあります。さあ、一回待ちます。で、ロイグは飛ばさないかな。多分メガナイトほんと出してくれないと。でもなんなら防白でいい。おい、相手やべえな。めっちゃ攻めっきりますね。で、イモれば相手はマスケ、僕のマスケとアーチャーとか処理できないので、イモるだけ相手はしんどいんですよね。さあ、なんならもう5削りしちゃう。あ、もっとやべえ。なんなら5削りしちゃう。さあ、やんちゃか？さあ、さてはこれによって負ける可能性が見えてきた。え、ちょっとやばい。マジでちょっとやばいですね。やったかな？やっちゃったかな？さあ、怖いです。迫撃も使って耐えます。でも、あとはガイモです。で、若干回転が早いんですよね。そう、メガナイトが結構回る印象があるんですよね。メガナイト踏まれるけど、ちょっと殴りますね、豚が。いや、いい。一匹すり抜け？サード540。いや、怖いですね。で、僕は左側ちょっと、これもまた同じですね。迫撃で全部受けます。で、ここで一旦ロイク飛ばして、いや、これは来ましたね。相手、これメガネと間に合わないですね。で、多分、ウォールブレイカーも来て、OK。来たー！あーねー！グッドゲームー！
さあ、なんか後半ちょっとね、若干下りもあったんですけど、で今回のメガナイトのこの相手のデッキが回転が早いんですよね、これ。そう、タルザップのユーノコウモリで、このメガナイトオールブレイカーの方の中でも一番高回転な方なんですよね。そう。まあ、なので、結構メガナイトに踏まれがちだったんで、ロイフがそんな入ってなかったんですけども、普通だったら相手が8枚メガナイトしたら、守ったすぐにロイグを飛ばすと基本的には相手のメガナイトが回んないんでね、はい、ロイグ刺さるんですけどもっていうのがね理想です。ですけど、まあ、今回ぐらい相手のメガナイトが高回転だと、まあ相手がマジで攻めてきたタイミング同タイミングで攻めるとか、まあ、ちょっと大変になるんですけど、まあそれかさっき僕が結構やってたんですけど、迫撃でまたずっと攻めるとかがいいっすかね。それかまあ防衛して相手が削りスペルないなら防衛迫撃して、そしてアーチャーとマスケを貯めてからのロイフグ飛ばしたりだとか、まあファイブ削りだとかになってくるかなと思います。なので言ったら攻めパターンがいっぱいありますね。はい、ロイフグで攻める、迫撃で攻める、まあ、スペルで削る、で、あとはイモリから入る、いろんなパターンがあるんですけど、まあ、それはこう相手のデッキとかね、そういうの次第になってくるんですよね。さあ今回はまあごぼうりと言ったところで、この辺のバルキリーで相手のごぼうりも一緒に受けたいですね。いや、ちょっと早いかな。で、ゴレですね、今回相手は。ゴレッシャンな感じがしてます。さあ、マスケ出して、まあ、たまたまアイスイズ打ち抜く。ラッキーすぎん？スケで囲み、いや、囲めない。いやー、タレババ、回るかな。いやー、取れねありますね。いや、ゴレですね、これ。で、普通に、てかゴレに対しては別にそんな悪いわけではないんですけど、ダクプリがね、個人的に厄介ですね。そう、ダクプリ。で、まあ、前半のうちに結構攻めていきたいですね。さあ、4コス割いたので、これはゴレが間に合わないですね、陸受け。いや、ダクプリなかったっけ？いや、ダクプリもゴボリも2枚いる。ちょっと待って待って。待って、最悪、しかもミスった。なんか2枚って珍しいですね。ゴボリダクプリの編成はあんま見かけないですね、個人的に。いや、けど、いや、しかもポイズン。いや、めっちゃ美味しい。ポイズンだったら、まあ、アーチャーがね、やられちゃうんですけど、マスケも。まあ、なんか、ライトニングみたいな感じで、マスケと迫撃をどんどんって壊されることがないので、気持ち的にはすごい楽になりますね。まあ、なんですけど、まだ未だね、僕、ダメージ1も与えられてないんで、ちょっとね、いやー、いいトルネードですね。一体残しさで、ここをちょっと攻めていきたいんですけどね、正直。ごぼうりがね、あるのがね、厄介ですね。で、まあ、ゴレ受けされたらゴレ受けされたで、頑張って耐えようかなと、いう感じです。で、どうしようかな、これ。5打っちゃっていいな。5ザップ。あー、いやー、ザップいらない。ザップいらない。いやー、じゃあ強えな、思っている以上に。さあ、からの、上の端前のすけだと、こう、2回ね、こういうユニット受けれるんで、結構大事ですね。さあ僕のターンが来てますね。こうバルキリーマスケとかバルキリーアーチャーを作りつつ迫撃を置くとね、相手としては結構苦しい展開になります。で、まあ、なんかで受けてくるでしょう。アーチャーなんなら5落ちていけどな。いやー、なんか攻めトルネがすごい来る。気持ちザップってね。でトルネ使ったのでローフグ飛ばして、まあ、ごぼうりで受けていきますね。もうガンガンちょっと攻めちゃいたいですね。今の間に気持ち攻めて、アイスイズには5打って、やべえ、これゴレ展開来るかな。まあでも、相手もなかなかゴロ、なんかね、展開しづらい展開にね、なんちゃって、なってるんですけど。いやー、マジでつまんねえこと言っちゃった。やった。やべえ、来い、セグ、なんか、足の毛のところに、ザワワってこう、なんか来ちゃった。最悪、僕、マジで無理なんですよ。蚊だけは本当に許せないんですよね。これはいいってか、待って、相手なんか一回もゴレ出してこないんだけど。一回出したっけ？いや、出てないよね。何してんだろ、これ。俺もしかしてポイズン削りで負けるとかあんのかな、このまま。さすがに？さあ、タゲを取れているのか、相手は、あれは。すごい疑惑。いや、取れてるんですね。いや、ちょっと追いつかれてきちゃいましたね。これいけるかな？まあでも、低めユニット全部ポイズンで処理されちゃうんで、高めにユニット出すんですけど、まあ、それはそれで、なんかね、相手のタルババとかそういうのにいろいろ処理されちゃうんで、ちょっとどうしろってんだいって感じなんですけど、これさあ防衛迫撃します。あ、スケロマジ、ちょっと待って、わかんない、さすがにわかんない。それはアイスイズなんかすごい形のスケラですね。
やべ、アイスエースが入ってる。いてえ、やべえ。遅延スケラだったんだ。やべえな、ちょっと待ってよ。普通にプレイが下手かも。汗。なるほどね。いや、これ、いや、そりゃ、ロイフグ、つれえ。つらみざわざるす。スケラ来い。今、スケラ来い。来た。これ、アーチャーだけで守って、なんなら俺のロイフグが入るので。え、ちょっとやばい。待って、ほんとやばい。やべ、邪魔すんの。ザップか。いや、スケだな。これ、スケからのロイグサイド飛ばして、ファイブザップが決まります。いや、タイブレイカーで勝てるかよ、これ。だって相手守んないといけないじゃん。ポイズン絶対間に合わない。来たー、絶対ゴレだと思った。これ、トレネ打たれても耐えれそうですよね。トレネ使ったしね。え？ちょっと待って。スケラだったの？そんなことある？ねえ、世界一ゴレっぽいスケラじゃん。完全に騙されましたね。なんか遅延スケラの、なんだ？ナイトがジャックプリになってましたね。やば、これ危ないですね。だからそんな攻めてこなかったんですね。なんか普通にスケラ打つとやっぱ僕がアーチャー持ってるんで、アーチャーで出して守った瞬間に攻めるっていうのもできたんですけど、やばいっすね。そんなことある？マジで気づかなかった。やば、100ゴレだと思ってて、防衛発揮とかしちゃってましたね。まあ、そういうこともあるんですね。ちょっとこれは気をつけたいですね。絶対君、このデッキじゃんみたいな。当たんないっすね。まさかのデッキが来ちゃいましたね。びっくりですね、今の。今のはさすがにびっくり。なんかゴレに、ダックプリとゴボリの両方が入ってるなんてないんですよね。結構珍しいんですけど、基本どっちかなんですけど。なんで、うわ、珍しいなと思ったら、まさかのね、そうでしたね、と。言ったところで、よろしく、ヌッシーさんですね。ヌッシーって、あれかな、ドラえもんとかで、なんか、恐竜、めっちゃレアな恐竜みたいな。あれ違うっけ？なんだったっけ、それ名前。そんなんじゃなかったですかね。うわ、やば。初手防衛クロス、絶対あれだな、ロケットですね。ロケクロスじゃないと、さすがに初手防衛クロスはしてこないですね。さあ、これは、まあ、ロケット削り、ロケットとウッドとトルネで3600削られることだけは僕は避けたいですね。なんならここに継いでウッド来てもおかしくないんですけど。さあ、で、これどうしようかな。これワンチャンロケくんのかな。ロケくんのかなと思いつつ、マスケ出していきます。いや、すげえな。戦闘民族だな、マジで。さあ、なので、ロケット撃たれてる逆サイドにね、僕は戦いたいよという意思を見せていきます。で、一旦防衛クロスと。いやー、ナイトだと思うんですけどね。これ、ちょっとバレキリだったら結構罪ですね。ここに。うわぁ。珍しくはないか。なんか日本人の方ね、バレキリ型を使う人が多いんですよ。海外だと、この遅延テスラクロスは、なんかナイトの方が人気なんですけど、日本人の人はね、特になんかわかんないですけど、バルキリー型を好みますね。まあ、ロイフグ使ってる身としては非常にね、悲しいことですね。で、ロイフグ飛ばしても緊急度されるだけなんで、僕としては迫撃でなんかプレッシャー与えつつやっていきたいですね。さあ、このスケからのもう一個陸が、これファイブ削りしたら、お、もっと美味しい。下からのなんならうい。で、ロイグ飛ばしたらね、どうすんだろうね。どうすんだろうって感じなんですよね。まあ、トルネからの高めバルキリーかな。トルネでまずキング起動したいと思うんですよね。あ、してこないんだ。あ、そういうパターンもあるんですね。してこなかったですね、今回。さあ、で、逆サイクロスか同サイか。いやー、もう引きこもる。あ、で、かい、手首が。え、やば、待って。びっくりするぐらい手首がかいんだけど、今。虫か？なんで？マジで虫だけはほんと無理。世界一無理ですね。さあ、あの防衛クロスは別にいいんですけど、ロケ削りが嫌ですね、個人的に。個人的にロケ削りが嫌で、あのテスラもすごい邪魔なんですよね。ファイブ打っちゃおうかな。まあ、でもこれアイスウィズに当たるんで、アイスウィズに打ってファイブ削りで、まあ、2周目クロスが来んのか、マジでどうなんのかすごいわかんないんですけど、わあ、すげえ、お、クロス置きますっていう、なんかサインが来ましたね。来んのかな。いや、来ねえんだな。なかなか来ねえ。やっと来ましたね。さあ、で、これちょっと様子見つつでいいですね。焦らずね。
焦らずゆっくり落ち着いていけばなんとかなります、なんとかなります。でこれザップして、うい、リセット、いいリセット。でもウッド削りじゃん、ロケ削りされそうですね。今間に攻めちゃおう。でテスラ、あマスキ、これめっちゃ入る、結構入る、いやめっちゃ入るよこれ。えでかい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 、ね、でっかいお前、そんな入っちゃう。なんならこのクロスだってタワー届かないでしょ、届かないよね。ファイブオーで削っちゃいます。さああとは相手も削らないといけないので攻めてくるですね、攻めてくるです、攻めてくるです。なので僕はもうイモります。イモってファイブもあるんで、たまになんかファイブ打って乗り切れたらいいなーっていう甘い考えなんですけど、どうでしょうか、どうでしょうか。さあファイブ打っちゃおう。でうー怖え、アーチャー、アーチャー強いです。ロイフグで耐えます。あー来た、さすがにこれ40秒で来ましたね。いやでかい、なんかなんだろうね、ロイフグ多分ほぼ飛ばしてないですね、ロイフグを。はい、なんかロイフグ飛ばすと1回飛ばしたかな、1回飛ばしたんですけど結構削ってるところで、なんか早い段階でロイフグ飛ばしちゃうとなんか簡単にキング起動されて、もうキング起動されると結構終わっちゃうんですよね。キング起動マジで大事で、本当にスケラとかもだし、キングされたら、キング起動された時点でほぼ負けとか、まあロイフグもキング起動結構痛いので、こう相手が大きな呪文削りだとか引きこもられる可能性があったら、できるだけ様子見てできるだけダメージ稼いでからキング起動されないと、序盤にねキング起動されるとちょっと終わってたかなと、まあ、いったところで結構ね、なんか今回すごいですね、ロイフグ使っててメガナイトとかダクプリ型の遅延スケラとかバルキリー型の遅延クロスとかに勝ててるので、まあ結構ねこのロイフグデッキ強いんじゃねと、めった感じで皆さんぜひ使ってみてください。でホグとかコウモリとかいろいろね自由にできるんで、いろいろねお試しください。ではおりますよければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。でお疲れちゃんでした。